皆さんこんにちは。私たちは K-POP と J-POP を融合し、 KJ-POP という音楽ジャンルを確立して、東京発ソウル経由で世界を目指す KJ-POP ガールズグループ練習生です。まずは順番に自己紹介をしていきます。私たちは韓国と日本のハーフだと言われていますので、日本と韓国の名前がそれぞれあります。それでは順番に自己紹介をしていきます。はい、韓国名ナウ、日本名ナナコのナウナナコです。イエーイ。リーダー務めさせていただいております。よろしくお願いします。イエーイ。次はママさん。あ、ごめんなさい、ナフ。はい、韓国名がネイルで、日本名がナフです。ネイルナフです。高校1年生になりました。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。次はももちゃん。はい、サラモモです。イエーイ。小学6年…じゃあ中学1年生になりました。12歳です。サランって呼んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。イエーイ。次はみゆちゃん。はい、みゆです。イエーイ。高校1年生の15歳です。よろしくお願いします。イエーイ。次はよりはい、アリンよりです。イエーイ。新しく中学2年生になりました。よろしくお願いします。イエーイ。次はまほちゃん。はい、中学3年生のまほです。で、韓国名がイエーイ。はい、韓国名がスワです。よろしくお願いします。イエーイ。次はアイちゃん。はい、新しく KJ-POP ガールズグループ練習生に入りました、アイです。お願いします。ようこそ。ようこそです。次はゆめちゃん。はい、新しく KJ-POP ガールズグループ練習生に入りました、ゆめって言います。あ、中学2年生です。13歳です。よろしくお願いします。やったー。イエーイ。次が最後の曲になりました。最後は私たちのプレデビュー曲です。この曲は TWICE さんの歌を作っている韓国の先生に作っていただきました。それでは聴いてください。ウィッシュウィッシュ。今すぐに伝えたいから元気よ、ちょうだい。 Let's do this
10日は、10日日曜日は新宿区でスペシャルライブを行います。お客様が50人以上集まると CD デビューが決定します。初めての方は、ご招待させていただく ご招待券を差し上げますのでぜひお越しください。イエイ。今日初めましての方はこの後の物販でメンバーと無料でツーショットが撮れますのでぜひ遊びに来てください。以上、KJ ポップ